よろしくお願いします。リワーク1の土田と申します。言語は何のために存在すると思いますか？3、2、1、ドン。事物を分類するため。例えばパパとママを、リンゴとオレンジを、ミルクと水を。クエスチョンナンバー2、かつてある言語では犬と狼を区別する単語がなかったそうですが、なぜだと思いますか？ 3、2、1、ドン。かつてはいずれも野生で区別する必要がなかったからです。ちょっと話題切り替えて、いきますけど、私土田拓磨というものを抽象化していきます。私人間なのでホモサピエンスです。動物です。植物のも取り込んでしまえば生物とも言えます。どん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 その名詞を、抽象化していく、とまあこれちょっと仏教の概念なんですけど、最終的には有という名詞になって、その対に無というものがある。でその上位概念として空というものがあるそうですが、私は何のことかさっぱり分かりません。ここで言いたいのは、名詞が抽象的になればなるほど何のことを言ってるかわけわかんないよねっていうことが分かれば結構です。逆に言うと、土田拓磨っていう、私の見つけられた名前だと具体的にこいつを指しているんだなっていうのが よくわかると思います。はい、ここから本題です。悩みっていうものがあったとしたら、まあ基本的には解決するっていう、ソリューションが与えられると思うんですけど、心の模様のネーミングが抽象的だと、動詞も抽象的じゃないですか。悩みっていう抽象的なネーミングのままだと、ソリューションも解決するっていう抽象的なままなんですよね。で何をしてほしいかっていうと、提案の一つがあなたの悩み、もしくは課題をマインドマップに書いて整理をしてみませんかっていうお話です。でこれが私自身の、まあ、いわゆる闇のマインドマップです。なんだろうな、私、まあ、うつ病という診断名を受けているんですが、病院に行く前で、ね、ですね、あまりにも辛すぎて、過去に、うつ病を患って自殺未遂をしている親友がおりまして、まあ、女性の親友なんですけど、彼女に、LINE 電話をして、相談をしたんですけど、その前に自分の心を整理しようと思って書いたマインドマップがこれです。でこの後のページで赤く塗られているところを細かく話していきたいと思うので、なんとなくそのあたりをできれば頭に入れておいてほしいんですが、まあ、その時は、まあ、この落ち込みが何なのかよく分かんなかったので、とりあえず気分の落ち込みっていう抽象的なネーミングを与えておいて、こういうふうに、マインドマップで、細分化することによって私の悩みをなんていうかな、のネーミングをどんどん、具体化していきました。でだいぶ今言っちゃったんだけど、つまり、なんかぼんやりとした心のモヤモヤをモヤモヤのままにしておくと、ソリューションも解決するっていう、非常に抽象的な動詞なんですけども、どんどん悩みを具体化してあげると、それに対するソリューションもどんどん具体的になってくる。で、すげえ恥ずかしいんですけど、一番下が、性機能の低下っていう。こちらについては私の場合はうつ病を治すとか、それでもダメなんだったら ED 治療をするとかっていう、具体的なソリューションになってきます。で、ここですね、悩み課題のネーミングが具体的になると解決策行動も具体的になるっていう、提案の1つ目でした。提案2番目、悩みまたは課題を素粒子まで分解できたらアドラー心理学的にそれらを分類しましょうっていうご提案です。自分でコントロールできるものは A の箱へ、コントロール外のものは B の箱へ。ね、必ず死ぬ、必ず老いる、病っていうのはコントロール外のものです。で、まあ、できればですね、 B の方の箱に入れた、もののうちですね、行動に変えれそうなものは引っぺがして A のボックスに入れてほしいんですよね。生前を楽しむ、アンチエイジングをする、まあ老いるっていう考え方ではなくて、成熟するっていうふうに捉えてみるとか、病であれば、可能な治療を片っ端から試すみたいな話です。ちょっと例2つちょっと時間ないんで例2つ目飛ばします。はい、で最終手段が解決
解ちょっとこれじゃ、うん、はい、解決、したくないピースは解決をしない。まあ3つぐらい考えられて、時の流れに任せる、まあ、嫌な思い出を忘れるまで待つ、まあ、深い、なんていうんですかね、トラウマとかあればそれも難しいと思うので、まあ、着手したいと思うまで待つとかっていうこともできるかと思います。で2番目、諦める。仏教用語では諦むという、字を書いたりするんですけど、まあ、物事を明らかに見るということが諦めるということであると、まあ、これさっきの、ボックス A とボックス B に分けられるコントロール外のことは諦めてしまおうっていう、そこ、まあ、そこともリンクしております。3番目が、あるがままを受容する、あるがままを受け入れるとも言えるかもしれません。人間は機械でも AI でもないので 100% 合理的な判断はできません。なんかこうそういうね、矛盾をはらんでいるところがなんか人間らしくていいなって僕は逆に思います。具体例、2つほど挙げていきます。さっきの僕の、まあ、どうしようもない性機能の低下の悩みなんですけども、なんていうのかな、まあ、性機能が低下する、まあ、なんていうのかな、まあ、ED って書いてるので、まあ、勃起不全とかっていう言い方もできるんですけど、まあ、例えば、女性の方に分かりやすく言えば、なんだろう、不倫治療をしているとか、なんだろうな、まあ、閉経したとかでもいいんですけど、あの生物って2つの使命を与えられて生まれてきてるわけですよ。で1つ目がこの個体をできるだけ延命させるっていうことと、2つ目が、子孫を残すっていうことなんですよね。この性機能の低下っていうのは、その生物としての大事な使命の2つのうち1つを剥奪されようとしているので、僕は何だろう気持ちいいセックスがしたいとかそういう話じゃなくて、なんか それ以上のこうやっぱり生物として持ってきた2つの使命のうち1つを剥奪されるような、そういう怖さがなんか あるなって僕は思っちゃったんですよね。で、まあ、若さはなんで美しく多いはなんて醜いのだろうって思っちゃったんです。今でも思ってるんですよね。でまあ、幸いにね、性機能の低下は今改善して、ちょっと直接的で申し訳ないんですけど、久々に気持ちいいなって思えた時があって、まあ、その時にこの若さは美しくて老いはなんて見にくいんだろうって思っちゃったんですよね。で、私はおそらくなんか死にたくないって言いながら死んでいくタイプだと思ってます。なんだろう、こう今明日から私復帰予定なんですけど、こうやって健康体になっちゃってなんかなんていうのかな、健康であるありがたみを少しずつ忘れていきそうな気がしているんですよね。だからまあ、あるがままを ありがたがる、まあ、セロトニン的幸福といえばいいのか、アドラー心理学的幸福といえばいいのか、マインドフルな幸福といえばいいか分かりませんけども、まあ、今後またなんかドーパミン的、セロトニン的幸福ではなくドーパミン的快楽にドライブされていっちゃうんじゃないかなっていう心配はしています。でただおそらく自分は死にたくないと言いながら死んでいくタイプなんだなっていうところさえも受け入れて生きていくしかないのかなって今のところは思っています。ちょっと飛躍しすぎてわけわかんなかった人のために別の例を出します。私、今休職している会社に、転職して最初に配属された部署が、女性9割、ほぼ20代から30代の女性で、非常に気を使った職場だったんですよね。で空気を読めない自覚がある私は、女性たちの地雷を踏まないように超、一生懸命空気を読んでめちゃめちゃ疲れちゃったんですよね。で、僕2人の女性の親友がいまして、その辛さを相談したら2人から同じ回答が返ってきました。あんた昔から KY だったよ。KY なくせに空気読もうとするから病むんだよ。あんたの KY のところ好きだよって言ってくれたんですね。あ、そうか、俺のままでいいのかっていうふうに至りました。で、お伝え、3つ提案した事項ありますので、それらまとめてお伝えします。悩み、課題を分解すれば解決方法も具体的になる。コントロール内の課題と外の課題に切り分けて外のものは諦める。で、解決したくないピースは解決をしない。で1番目のご提案が僕は一番重要かなと思っていて、なんでかっていうと、具体、なんていうのかな、まあ、課題を分解するのってすごく怖いわけですよね。なんでかっていうと、解決
失礼、まあ、課題が具体化されると、解決策が具体化されるので、今度、その心のモヤモヤとか悩みが、行動着手できないのは自分のせいになってくるから非常に怖いわけですよね。うん、でも、課題が明確になって、すべき行動が明確になるのってすごくワクワクしませんか？僕は社会復帰することにすごくワクワクをしてます。で、あなたの抽象的なそれを素粒子まで分解してみませんか？きっとワクワクできるかもしれませんよっていうご提案でした。